何度でも始めよう。さあ、おお、拿到了巴农的卡杯。第六章虚幻歌谣。巴尼巴农依照着纳哈特的委托进入到了列车行窃，然而爱心连德领克的刺客杰塞尔文席却阻挡于成功入侵车厢的巴农面前。哇，要打起来了吗？欸，真的要打起来了。等等，不是世界啊，我们跟他那个战车一波。列车に乗って何か見つけて奪うでしょ？何かって何？バロ。魔道路を動かす鉱石のようだ。それを奪い、列車の整備工場を機能停止する。我觉得艾希莲的尼克已经那么病弱了，他们好像好邪恶。売りたい名前も売れるでしょ？さすがに警備が厳重だ。売りたい名前を刻む。好幽默，我让我们名号被刻进墓碑里。可是我觉得依照他们两个都不会被射到，应该是轻松突破吧。E501，型番もあっているな。バニー、お前は一等車両から捜索を頼む。大きいバッグを持った男を探せ。あいあい。さて、もう一暴れだ。バニー又跳上去了，太强了。なんだ。すまんが。今は眠っていろ。ボン。おとなしくしていればお前たちに手を出すつもりはない。黙って座っていればいい。そうして家に帰って子供に話せ。今日は散々な日だったよと。武勇伝を作りたいなら止めはしない。だがお前の子供は穴ぼこだらけのお前を見て二つの穴ぼこから涙を流す。这个威胁。気にするものは襲わない。俺の相手はこういう連中だけだ。見つけたぞ。貴様がバロンだな。そうだ。快，你们要先开枪啊！你们都还在那边顾讲话。对啊，每个都是这样。宋老先生躲的人呢？当たらない。遅すぎる。当ててや。吃我的这一招。落とし物とは不注意だな。この一瞬で銃を奪ったのか。あんたのそれもいただいてる。おっと。銃弾が当たらない。哇，好强哦！他给内剑的回避耶，一把拍回避。さて、もう少し時間を稼ぎ。其实我蛮好奇，他是真把人干掉，还是都只是弄擦伤而已？あれ、外れちゃいましたですか？お前は、又是新的人呢。其实塞尔文西，我看看，这感觉是有一个用毒的，毒标之类的。他丢飞刀哎，会不会死停啊？変わった魔法を使いますですよね。時を止まれ。お前が見えているはずなのに、よく見えない。ぼやけて見える。種明かしをしてほしいな。大した種じゃないさ。这感觉就是病弱属性。もったいぶるなよ。ですよ。せっかちだな。気の短い暗殺者なんざ。長生きできんぞ。哇哦！哦，新的场地。杰塞尔温西，其实还蛮帅的啊。悪いが。颓废风。重点是他算是会穿搭的，对吧？Go go go！ 我们来打声招呼，来。礼を言うか。私はきっと自由です。来，主战者都做好了，真的是有够棒。この重厚なる盾を見よ。目が立つな。なんだと。我らの本領は集団戦にあり。なんだと。悲しみを絶って。他真的是复仇者，太复仇了吧！積もり重なり、刃に満ち。世界のすべてをこの手で変える。
我らの本領は集団戦にあり。我觉得我打头不管。目して雑も兵法なり。始めようか。動くべきと見定めん。打头。我が忠誠は鋼の。嘿嘿，准时的极境元帅，你怎么跟我斗？等等等等，你怎么共鸣？哎，那个不是会双解吗？怎么有点强？嗯，说真的，我觉得有点夸张。没关系，三把金光。我们可以用刚毅卓绝。他基本上应该是解不掉了，我猜他没有什么法术解除，那刚一做就是作弊的存在。哎，那是干嘛？哦，幸好我以为他要拿必杀。哎，说好的没有法术结账呢？没关系，他没牌了。他没资源了，不怕，我们还可以回消失，然后随便揍一个。其实我应该打一闪，可以保个血量。他完蛋了。现在就是战车的时刻到了，16进化美兰，来了，打头，是不是？哦，平衡战车。他直接放弃治疗，哎，他不想下怪，哎，直接结束战车好不好？不要，他自己就好笑了。曲芸が得意なようだな。平衡战车。お見事。いい腕してるですね。跟那个音效帅。銃弾を切るとは大した芸だ。大した種じゃないですよ。俺はこういうものですから。お、好強哦。筋力増強、骨密度上昇、視力増加、聴力上昇、脳内物質複製。他顺便让那个寿命骤减，他是提升那个身体的力，然后就是有点像是开二档那种感觉。元より長生きする手合いじゃないってことか。心配ご無用。俺は避けるよ。お前はどうですか？自信家だな。よくいる類だ。知ったように言いますね。知っているさ。真心觉得这次的人物连角色都有花到经费，对啊，这个人设就是有特别设计过啊。そっちの仕事じゃ長通ってるんだよ。お前みたいに目のいいやつは何人か見た。だが目に頼るのはハエと変わらん。おお、这个是瓦路兹的子弹吗？いくつに見える？可能啾啾無駄だ。いやはや、そうか。お前がスペクターでしたか。その名は捨てた。捨てられねえよ。又跳走了。死んだ。又回来了。出てくるとは驚きですね。亡霊はこの世に未練を持つものだ。哇，中了！
他连刀都砍不到，真的很夸张。じゃあみんな相手に原因を見せ続け、虚実を入り混じらせている。単位さばきの一つ一つに、打ち込む銃弾の一発一発に、偽物を作っているですよね。いい目だ。哇哦，等于说他有可以顺便射出真伪莫辨的那种子弹，有一颗是真的，有一颗假的这样。或是你看起来是真的，对，这个弹道过来，但是其实是另外一边会中。例えば。こういうのはどうですよ。標的以外に手を出すのは二流の仕事だ。そんなことも知らない。可是你当初也是这样的人啊。下がってろ。無用な殺しは起こさない。はい。それが本物のお前。近いような気がしますですけどね。何が言いたい。お前に勝つ方法を探しているんですよ。本物のお前、お前の弱点。そんなもの、亡霊には必要ない。バロン、おめ。それがお前の本物か？他说巴农目标物。好，目标物。我找到了哦。久しぶりだ。他怎么感觉被射都没事啊？好，终于中了。殺してもいいの？そうだな。はいはい。はいはい。必ず二発。おまじない。他真的把他干掉了吗？就这样领便当了？你感觉很重要，早就这样领便当了吗？引き上げると。还是会火起来。ああ、疲れた。最近って仕事しすぎじゃない？没办法啊，你是大胃王啊，一定要做同等量的工作量啊。列車で旅なら歓迎だ。それはやだ。座ると血の匂いがするんだもん。大丈夫だ、お嬢様。この店はきっと気に入る。なかなかいい店構えだと思わないか？うわあ、おしゃれ。マッテンバーって書いてある。楽しめ。今夜は貸し切りだ。ふーん、見かけ通りにボロっちいね。人家蹲对方蹲得很开心。デザインさ、好吃好吃。おそらくな。なんか箱転がってるんですけど。有个箱子，是不是又是那个？おっかなって触れねえんだよその箱。他把箱子放在那。ていうか、また来やがったな。やっほーマスター、とりあえずお肉。啊，又回来了。店じまいだって言ったの？马丁酒馆。出すもんなんか何にもねえよ。都被你们吃光了啦，还来？マスターが食べる分残ってるでしょ？そりゃ俺の食べる分だからな。やらねえぞ。出せよ出せよ出せ出せ出せ。根本他根本十岁吧，把你。哇！おやめ、つまみ食いしてんじゃねえ。你也直接开吃怎么回事？週末料理は別腹だ。なあもう、わかった。ちょっと待ってやれ、この盗人ども。悪口になってないよね。まさしくその通りだからな。ごちゃごちゃ言ってると、どてっぽらに風穴開けるぞ。静かに待ってろ。はーい。はい。这怎么感觉是有点血腥的日常？但是好日常。好像还不错。しこたま食べたね。マスター。啊，就今天接下来的剧情中啊，他会来这次的酒馆吃多少次？真的是一直吃。次の仕事も近い。仮眠を取るとしよう。あいあい。お腹いっぱいだからぐっすり寝れそう。今日は大変だったな。いろいろあったし。なんか変な子に会ったんだよね。可愛かったけど変だった。お話どういう挨拶だ。変な人にも会ったんだ。それで確か。他说三浦那个吗？ない。変な弾丸もらったのに。ねえねえ、列車二つも襲ったね。そうだな。これで何個目だっけ？十一個目だ。隠れ家ってこれで何個目？五個目。どっちが早いのかな、バロン。おやすみ。また明日。ああ。おやすみ。
誰も俺たちを捕らえられません。立即了吗？没有人能抓到我们的。第七章《死亡之歌》。尚未与巴农相遇前的巴尼，出生于富裕家庭，并过着幸福的日子。但在母亲惨遭杀害后，他的人生也随之出现了巨变。嗯，这次又来看巴尼的故事。あなたは何もかもを持っているのよって。寝顔がとっても可愛いって。食べてるほっぺが素敵だって。明日になればなるほどいい女になるって。お母さん。我觉得如果巴尼是出生在现在的话，就可以成为一个 YouTuber， 然后专门做那种大胃王题材。お母さんが話一直吃，一直吃赚钱。レビールには神様がいたんだって。レビールには最初石ころ一つしかなくて、そこに神様がやってきて今の世界にしてくれた。神様は三つに分かれて。巨人になって世界を守ってくれるようになった。神分裂三个部分化成巨尾，就化成泰坦。タイタンには感謝なさいって。お母さんが笑うから、私は世界が好きだった。好きだった。ああ、逃がす。什么？你是武德？没有啦，武德的量产型。そしたら楽に殺してやるよ。この子だけは、この子だけは覚えてる。お母さんの手濡れてた。苦しかったのはたくさん走ったから。こんな汚いところが世界なのって。什么会到这种地方啊？感觉超危险的。何もかも。もううるせえんだよ。哇！まるでカモ打ちだ！他真的是武德吧？おい、打ちすぎだって。他不是量产型，他是武德本人吧？厉害！その時の私の頭の中には歌が流れてる。お母さんの歌。よく歌ってくれた歌。意味を教えてって言ったら、まだ早いって言われた歌。可能因为看完剧场之后走小巷抄近路吧，难道就跟那个蝙蝠侠的爸妈一样吗？对，然后变成蝙蝠侠。絡まり合うなら解けていく。やっちまった。一人も二人も三人も一緒か。なあ。我觉得他会被小女孩变掉，哎。汚いものが近づいてくる。会不会？私の世界が壊れていく。噛みついた。血の味。哦，没有，只是咬他而已。黒金の牙。てめえ。掴んで。引いた。哦。我小女孩不用掉了。男の額に弾けた火花は少しだけ。完了，开始坏掉了。綺麗だった。私は逃げた。理由はわからない。お母さんと一緒にいた方がずっとずっと良かったんじゃないかって。なのに私は生きようとした。それからはあんまりよく覚えていない。パンを盗んだり財布を盗んだり騙したりたまに殺したり。私はお母さんの世界が好きだったけど、こっちの世界も結構いけるみたいだった。だけど毎日毎日嫌だった。明日が来るのが嫌いだった。そして私は明日ごと消えてしまいたくなった。お？何もかもぶっ壊したくなった。感觉跟巴农很像。なんで？どうしてこうなった？希望明天消失殆尽。わかんない。だから生きてることに疲れちゃってた。不過你看起來很開心啊。とっても大変だ。でも死ぬのはそんなに難しくない。2発でいい。ぴったり2発。
それで人は死ぬ。一発じゃないのはおまじないみたいなものだって。私が撃ったあの男、どっかで生きてたみたいだし、探して殺そうと思ったけど、くだらないからやめた。どうせそいつだってどっかでのたれ死ぬ。世界ってそうだ。殺すことも殺されることもそんなに意味なんてない。这是一个小女孩坏掉的故事。死のうかな、やめよっかな。要死吗？还是比较是死呢？どうでもよくって、くだらなくって笑えた。なのに神様って、こんな時にそんな私に天の使いの役をやれなんて。観念しろスペクター、ここがお前の墓場だ。おりょ、よくわかんない何かがぼーっと立ってた。よくわかんなかったけど、死のうとしてるのはわかった。なんか見つけたって思ったんだ。壊れかけてて、私と似てて。别人想要去死然后解脱，然后你要救他，要他一起跟你毁灭这世界。引き金を抜いた。你是欧尼吗？私のためだった弾丸を一発ずつ当ててやった。当たった。お前は。ねえ、なんだか霧で包まれた人。でもその目がわかる。泣いてる。暗く飢えてる。壊そうよ、どうせ壊れちゃうくらいなら。だから私は言ったんだ。人に壊される前に自分で自分をぶっ壊しちゃおうって。そう、これは運命だった。そう、これは宿命だった。だから私は彼に手を伸ばした。きっと私にとっての運命は、宿命は彼だけだって思えたから。壊すか、壊す、壊す、壊す。もうどこにもない。私の頭の中にしかない。だったら全部をひっくり返す。でも他想让更多人脑袋开花，让大家每个人头上都绽放出ハナビ。もっと派手に、何もかもぶっ壊して。 CP 指数直線上升。俺はもう自分のために罪を犯さない。世界のために罪を犯す。世界って何？きっと俺たちのものだったんだ。うん、他们真的很像耶。そう、私たちのものだった。今は違う、もう違う。それって結構悪くない。素敵だよ、バロン。私だけの運命で、宿命。然后把你就成为巴农的天使了。ナハト、ヴィンセント、何もかもどうだっていい。每个头上都开花，死给打东西。どこにでも行く。そこで死ぬ。銃弾をいっぱい食べて死ぬよ。この旅路の果てはもう見えてる。だから安心して。给你钱，给我原地结婚。口づけに近いもの。近似亲吻之物。眼神遥望之物。触れる手。触及的双手。指尖。振りしきる言葉。不觉的话语。絡まり合うなら。错综缠绕。ほどけて。不如就此解开。ねえ、お母さん。今ならわかるよ。これはきっと死の歌だ。噔噔。第八章，坚毅之魂。巴尼巴农在长生之处睡醒后，巴农便在巴尼身上施加辨识阻碍魔法，并要求他隐藏身姿。此时，掌管武力的泰坦纳哈特来到了巴农的所在处。寝ながら歌っていたぞ、バニー。
いつもの歌を。ご機嫌な夢だったのかも。来い、日課だ。あいあい。これってさ、何の意味があんの？ジャミングのかけ直し？それもあるが、それだけじゃない。这难道是爱的魔法吗？頭とか。ま、おまじないのようなものだ。終わったぞ。はいはい。そんで今日もお仕事？ああ。その前にかくれんぼだ。バニー、あの中へ入れ。いいというまで出てくるな。わお、あの箱？私ってば箱入り娘だ。カーストクイーンが来る。急げ。他叫他坐香女王会不会被干掉啊？おはようスペクター、調子はどう？おはよう、ナハトナハト。最悪だ。ごめんなさいね。この前は迷惑をかけたみたいで。私の手下があなたたちの情報を売ったみたい。人は金で転ぶ。ゴロつきならなおのことそうだ。本当に難儀ね。恐怖が満ちてもなお足りない。お詫びの品を持ってきたの。この箱、受け取ってもらえる？開けられる箱にしてくれ。中身が金貨ならなおいい。あら、そう。残念。それで、次の仕事は？列車強盗はもう飽きたでしょ？アイシーの紙幣を狙ってほしいの。鬱陶しいのね。从他的私の島をうろちょろと。手だれも出てくるだろうけど、手下慢慢下手。異形にも注意しなさい。最近増えてるから。異形应该是比较强的人。分かっている。やり方は任せてもらうぞ。構わないわ。我带几个猴子送给你啊。怎么办？看他刘海好像鸡鸭头。また人をかばったんだって？聞いたわよ。正義の味方さん。そう話している者たちがいたか？ええ、ちらほらと。もう少しよ。きっともう少しで揺らぎが起きる。ああまあ楽しみにしてるわではまた。せいぜいその名を轟かせるがいい。ねえねえ、小心被变成瞎子。もしかしてしたい？裏切り者の始末、俺への威圧、そんなところ。わあ。怖いな。バロン、捨てといてね。为什么送这种礼物啊？好奇怪啊！还是他的兴趣。触ると開くんだぞ。那个肉汁都直接出来了。难道这是弹药箱？嘘に決まって。这要去解决六层的。開けるのはナハトナハトだけだ。哦，不是啊。さて。我真看他为什么变成凯流，一来就看到凯流了。仕事？あのあの。いいけど、細かい話してたっけ？お前のポケットを見てみろ。あるいは服の内側か。欸，我觉得巴掌都会神之不神不知鬼不觉的放一些东西，跟偷走一些东西。カーストクイーンは武力の化身。お前の存在には気づいている。他注意到他存在，然后。趣味だね。没有对他做事。お前の顔までは見られはしない。哦。女王给他的。紙幣なんか狙ったら、きっとICレンドリングは簡単だよね。ああ。病で調子を崩しているとはいえ、奴も耐えた。間違いなく。我好想知道其他两位探探的能力哦，有点期待。だが見返りも大きい。你看那个報酬のこと？え、我突然忘记名字了。那个欲しいのはハレイ特吗？名声名誉。他的那个能力都那么 OP 了，我不知道其他两个是什么。IC レンドリング、タイタンにして経済の王、このレビールの富を掌握する者、俺たちが着る服、使う銃、乗る車、列車。全ては奴の紅玉財団所制作的东西。便利だよね。だが、
攻撃財団を心よく思わない者も多い。富の集中を嫌う者らは山ほどいる。だから叩く。そうすれば世界が俺たちの味方になる。なるかな。なるさ。しなければならない。那现在不知道亚里沙去那边鬼混呢？他到底跑去哪里了？張り切っていきましょうか。あ、仕事の時間だ。突然感觉人不错，人都是怪怪的，是不是？如果喜欢我的影片的话，不妨点下订阅关注我，才不会错过最新的影片资讯哦。我是玉峰叔叔，我们下回见哦，拜拜。